ヘルベルト・フォンビスマルク・ニコラウス・ファインリヒ・ヘルディナント、ヘルベルト・フォンビスマルク公爵は、ドイツの政治家。1849年、オットフォンビスマルク公と、その妻・ヨハンラ・フォン・プットカマーの長男として、プロイセン王国のベルリンで生まれた、姉にマリー、弟にビール・ヘルムがいる。1870年から1871年の、不屈戦争には、騎兵として参加し、 マーズラプールの戦いで左足に重装を負った。1873年、父、オットーの勧めで外務省に入省する。はじめ、オットーの施設秘書となり、あとに1882年にロンドン大使館。1884年にはサンクトペテルブルクとデンハーグの大使館に赴任した。1885年に外務次官。その翌年には外省となった。 1890年に、ビルヘルム2世が、帝国最小の父を解任した2日後には、ヘルベルトも、外相を辞任した。1893年、帝国党の帝国議会議員に選出された。1881年、ベルリン社公会の花形として名高いエリーザベト2、カロラートイコールボイテン公爵夫人との結婚を望んだが、公爵夫人が、 カトリック教徒の離婚経験者で、ヘルベルトより10歳も年上であったことから、夫は許そうとしなかった。エリザベートの実家の家族中に、ビスマルクの性的が多かったという点も結婚を認めさせない要因となった。夫は涙ながらに、長子相続権を剥奪すると脅して、エリーザベートとの結婚を諦めさせた。この苦い経験から、ヘルベルトはアルコール付けになった。 外務省の窓から外に銃を5発撃ったことがあり、その際誰かに当たったかもしれないと言われたヘルベルトは、役人は常にイライラと不安に苛まれ続けないといけない。それが終わるのは仕事を辞める時だと答えた。1892年6月21日、魚雷の開発者として知られる、ロバート・ホワイト・ヘッドの孫娘マーガレット・ホヨス、白爵令状とウィーンで結婚した。ボンの学生組合。 コールボルシアのメンバーであった。1898年7月30日、ベッドサイドで父の最後を見取った。ありがとうございます。